他の人の画面見たい？見たい。こちらの本堂の画面を一回皆さんに注目が画面の方に行くかなと思って一回切ったら本堂に参られている方々がやっぱり見たいそうなので皆さんの顔を拝見したいということでまたつけさせていただきました。それではただいまよりこの1月30日、2022年1月30日のお参りを始めさせていただきたいと思います。まず最初に感傷を鳴らします。それではただいまよりこの1月の30日のお参りを始めさせていただきたいと思います。まず最初に黙想と念仏で今日のお参りを始めさせていただきます。皆さん合唱お願いします。ナマンダブス、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 ナマンダブス。それでは、ご一緒に。消えちゃった。どこに消えた。ちょっと待ってください。すみません。
一緒にですね、サンキエモンと十聖画をいただきますが、さっき出てたんですが、ちょっと消えました。もう一度出します。ちょっと待って。12来ですね、すみません。今シェアします、画面に。ここに参加されている方は、紫の聖典10ページ目になっています、サンキエモン。第3問、サンキエモン。人参受けがたし、今すでに行く。仏法を聞きがたし、今すでに聞く。好み根性に向かってどせずんば。さらにいずれの章に向かってか好みをどせん。大衆もろともに指針に参謀に帰依し立てまつるべし。自ら仏に帰依し立てまつる。まさに願わくは主上とともに大道を体下して無常意を起こさん。自ら法に帰依し立てまつる。まさに願わくは衆生とともに深く共造に入りて知恵海のごとくなら自ら僧に帰依し立てまつる。まさに願わくは衆生とともに大衆を通りして一切無下なら無常人事未明の方は百千万号にも愛をことかたし我今検問し自持すること得たり願わくは如来の真実義を下し立てまつらん。ナムアミダブス、ナムアミダブス。それでは引き続き勤行、今日は十二来を一緒に、いただきたいと思います、本土にお参りされている方は聖典紫の聖典の、63ページに載っています。ノマンドブス、ノマンドブス、ノマンドブス、ノマンドブス。ノマンドブス、ノマンドブス。決して天に職業少年へ高賀長来皆僧面前上女万月以後有女千日月少女天空くしら高賀長来皆僧観音上大勘知宇治
十十名宗将が信くげど負け馬こが将来みだそ無微無垢高少女主徳下受けず女国少佐利悪徳自在高賀長来みなそ自も名門菩薩主自も名は大尊だ一所主上願力寺高賀長来みなそ本体保険地証券全国上場名大座大膝上女船の高賀長来みなそ自も将来上仏師権現人寿司阿難戦後尊厳上苦行高賀長来みなそ諸無無如無我の薬如水我自伝与路一修専門無名寺高賀長来みなそ一尊不捨無阿弥陀佛若無如来阿弥陀佛是你悉心可依诵阿弥陀来弥那娑一尊無量便業無上寿悪知識往生不乃至菩提高賀長来みなそ阿世子一尊具足智修善無縁如来水正覚禅願正常者修行上意語南無南無南無
ですね、それでは、ちょっと待ってください。画面見えますか？全部見えますかね。見えない。ちょっと待って、もうちょっと。はい、これで見えますね。それでは、今日のお参りをご縁に、しばらくばかりお話をさせていただきたいと思います。画面に映っている、言葉、わかりますね。学物大飛信、学物大飛信ですね。で、なぜこれ、言葉を出したかというと、今日はですね、少しばかり私の、学生時代の話を、したいと思っています。というのは私がカナダに ずっとカナダ生まれ育ちなんですが、日本にですね僧侶になるために留学しに行ったわけなんですが、その時のことなんです。実は私が日本に行ったのは1988年だったんですね。で、4年半ぐらい、日本で留学してたわけなんです。その前にも、子供の頃にも、家族と一緒に3年間、4歳から7歳ぐらいの間ですね、行ったことがあるんですが、まあ、その後ずっとカナダにいて、こっちの大学を卒業した後に、日本に、留学しに行ったわけなんですが、その時にですね、私の副指導教授が、浅井上海っていう先生がいて、私が最初その留学しに行った時に龍谷大学っていうね、皆さんも聞いたことあると思われますが、まあ、本願寺系列の大学にですね、入学しようと思ってたわけなんです。で、最初の半年は、日本語専門に、別科というプログラムで通ってたわけなんですが、そのあたりに、まあ、私の考えでは、留大の大学院に入学しようと思ってたんです。で、その時にですね、入学する前に、その浅井先生と話をしてたら、その浅井先生が、まあ、留大の大学院に、入学するのもいいけど、大学院に直接入るよりも、その前に、その本願寺の基礎を学ばなければならないと、ね。大学院になると学問的なことばっかりでかなり難しいわけなんですね。で、基礎がなければもうちんぷんかんぷんになるわけなので、その先生の勧めで、
中央仏教学院っていう1年間のですね、まあ、行こうと思えば、3年行こうと思えば行けるわけね。まあ、一つは余暇って言って、まあ余暇は別に行かなくても、余暇っていうのは、高校を卒業してない方が行って、1年間余暇行って、そして、この本科っていうのが、まあ普通1年、通していく本科、そして研究科っていう、3年のプログラムがあるわけなんですが、まあ、多くの人は1年、この余暇、本科に行って、そしてそこから得たら、結局、本科を1年間通して通えば、この僧侶の資格をもらえるわけですね。まあ、特道と教師っていう、まあ、僧侶になるための、まあ、儀式ですね。特道式、そして教師っていう、なんていうんだ、式を、本願寺の方で受けられる資格をもらうわけなんですよ。その本科でですね。で、この1年間、この中央仏教学院に行ったのが、私の人生を変えたわけなんですね。なぜかというと、この、まあ、専門校なんですね。お坊さんになる専門校なんですよ。で、そこに行くと、毎朝ですね、その、普通の学校と違って、毎朝お参りで始まるわけなんですね。全校生が、3階建てのビルだったんですが、その一番上に講堂、まあ、本堂みたいなものがあってですね、講堂って言って、そこでお参りで始まるわけなんです。で、そのお参りは、その生徒たちが班を作って、班ごとで毎朝、行われるわけですね。その班が、その責任を持って、いろんな役割をするわけなんですよ。ね。それを通して、このお参りの仕方とか学ぶわけなんです。で、その、朝のお参りが終わったら、今度先生方がいろいろと注目するわけなんですよ。そのお参りの、例えば、うん、この、お経をお勤めの、一番最初の声出すのが、まあ、長唱と言うんですけど、今日の長唱の具合がどうだったかとかですね、点数つけるわけなんですよ。で、その中にも、法話とかもですね、終わったら先生がいろいろ言うわけなんですね。で、ただみんなの前で言うわけなんですよ。まあ、細かいことは、この鑑賞、一番最初に鐘を鳴らす音からもですね、今日の鑑賞はどうだったかとかね、いろいろ言うわけなんですよ。で、それでですね、この中央仏教学院のおかげさまで、このお参りの仕方とか、いろいろ僧侶になるための、勉強をさせていただいた。で、これは大学院とどう違うかというと、やっぱり大学院というのも学問的なことばっかりで、別に毎朝お参りで始まるわけでもないし、でもやっぱりその実際に実践的にはお寺の僧侶になると。結局皆さんがですね、注目してるのは、どれだけの学問的な知恵を持ってるかっていうよりも、この人ちゃんと お経をあげられるかとかですね、そういうことが皆さん気になるわけなので、やっぱりこの中央仏教学院に行かせていただいたことが、非常に大き私の人生には大きい意味があったわけですね。で、そこでは、まあ、叩き込まれたっていうか、この私たちが、この衣を着させていただいているおかげで皆さんが話を聞いていただく、ね、だから私が偉いんじゃなくてこの衣が偉いんだろうというね、まあ、そういう姿勢をですねずっと、作るわけなんですよ。で、その中でこの講堂にですね、いつも毎朝お参りする講堂でですね、お内陣の上にですね、
掛け軸があったんですよ。で、その掛け軸に、この学物大飛信という言葉が書かれてたんですね。で、この学物大飛信という言葉は、禅道大師という、この浄土真宗のですね、七高僧、七人の偉い僧侶がいるんですけど、同じ向かって一番左側に、その七高僧の、映像がありますが、その中の禅道大師という方、中国の方なんですが、五人目の高僧大師、構想なんですが、その禅道大師が書かれて、喜三宝偈っていうお経の中の一句なんですが、この学物大飛信という言葉に非常に深い意味があるわけですね。まず一つ、この日本語っていうのは、その文字を分け方によって意味が変わっていくわけが非常に面白くて、この、学、学ぶですね。仏大飛信っていうのは、一つの読み方としては、この仏を学ぶ、まあ仏教を学ぶっていうことは、大飛信を学ぶっていう意味っていうふうに捉えるんですね。その、大飛信っていうと、慈悲の心を学ぶっていうね。そういうふうに読むことができるわけですね。この仏の教えを学ぶっていうのが、大飛信、慈悲の心を学ぶ。これが一つの読み方ですね。もちろんこれは非常に大切なんです。私たちにとっては、やっぱり周りの人のことを考え、そして、この阿弥陀様の話だったら、阿弥陀様は、慈悲の仏でもあるということで、それを学ぶのは非常に大切。でももう一つの学び方ですね。この学っていうのを知恵っていうふうに考えることができるんですね。で、その学を知恵って考えると、この仏の知恵が大飛信である。ね。仏の知恵が大飛信である。で、そういうふうに呼びますと、今度はですね、私たちが全てやってることは、この仏の、慈悲の心を持って成り立つっていうわけなんです。ですから、そういうふうに捉えると、逆にですね、今度私たちが、まあ、生徒の場合ですが、学ぼうとするより前にですね、もうすでに仏の慈悲が働きかけていただいて、やっとそれが実った時に学ぶ生徒になるっていうわけなんですね。で、それをですね、私がその日本で留学してる時に、気づかせて、もらったことがあったのが、ちょうどその留学してた頃にですね、宮川先生というカナダの開教師も、この間、去年引退したわけなんですが、宮川先生が訪ねてきて、何か本願寺で何かのことで来てたわけなんですが、ちょうど私が下宿してた本願寺国際センターというところに下宿があって、そこに泊まってた時にその宮川先生が来てて、一緒に食事をしたんですね。で、その時にですね、その宮川先生が私に、あんたのパパ、私の父がですね、えらい喜んでるよって言ってくれた。そしてまた、その父が思う通りに、測った通りに私が日本で勉強してるって言ったんですね。そしたら私が、その時、ふと、自分の中でですね、嫉妬感っていうほどでもないんですけど、何言ってんの？私が自分で決めたのに、なんでうちの父が自分が思った通りに私が日本に留学しに行ってるって、何を言ってんなと思ったわけなんですね。でも、ふとその後よく考えてみると、本当にいろんな方のおかげさま、私が一人で日本に留学しに行ってたわけじゃなく、トロントから奨学金をもらったり、父のおかげでその、いろいろあって日本に行くことができたっていうことは、
まさに自分が学ぼうということも考える前からすでに働きかけていただいたということですね。それを考えるとやっぱり私たちすべての人生の中ではやはりこの大きな願いの中で生かされているのではないかと。で、皆さんもこうやってお参りをこうすることになったのもやっぱり自分がそれを、自分の意思でこのお参りに参加しようと思った前からですね、動きがあったわけなんですよ。ね、それはまあ私たち浄土真宗ではこれが阿弥陀様の願いだったっていうわけなんですね。だからふっとある日突然お参りした参加しようって思う人はいないわけなんですよ。やっぱりなんか人生にいろんなことご縁があってからこそお参りに参加するようになったわけなんですね。でそのすべてがこの仏法の働き、まあ阿弥陀様の働きであるということがですね、この学仏大飛信という言葉なんですが、ですからこのもちろん仏教を学ぶっていうのは、慈悲の心を学ぶという意味もありますが、それよりももっと深い意味ではやっぱり学ばせていただける、お聴聞させていただいていることは私たちに願われている命があって、その願いに私たちが素直に応えてこうやってお参りをさせていただいているということが、この学仏大飛信の意味がそこにあるのではないかと、今日はですね、皆さんに、この学仏大飛信という言葉について、お話しさせていただきました。最後になりますが、皆さんと一緒にもう一度合唱して、今日のお話に返させていただきたいと思います。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。はい、皆さんどうもありがとうございました。ですね、ちょっと待ってください。これを今日は本堂の方にも何人かお参りしてますので、これだったかな。あ、違う、これじゃない。ちょっと、もしよかったら自分たちを。はい、皆さんあちらのマイクの方で、に行っていただいたら、ですね、あちらの台にちょっと立っていただいたら皆さんが見えますので。向こうに立たない。あ、まあ、どっちでもいいですよ。一応カメラ向こうに合わせてます、今。あれ、ついてますかね？電気ついてますか？そのマイクのとこにボタンあるんですけど。あ、つけます。つけます。はい。どこに？じゃあ皆さんにどうぞ。カメラはどこにあるんですか？カメラどっかにあるんですね。こんにちは。どこを見ていいかわからないんですけど。直子さん、右の方、右の方。右の方。右上。見える見える。おはようございます。おはようございます。今日は4名お参りしてます。こちらだけ。ね、皆さんおはようございます。おはようございます。お元気ですか？どうぞお元気で頑張って、マイクを下にしないと、はい、マイクを、はい、みんな今日は4人でお参りしてとっても嬉しかったです。どうぞ皆さんお大事にお元気で、また来週お会いしましょう。はい。
はい、ありがとうございます。じゃ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。生田先生今日もありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。はい、しのぶさん、こんにちは。あ、こんにちは。しのぶさん。さあ、こんにちは。しのぶさん、みんなに何か伝えたいことありますか？ご無沙汰しております。1ヶ月、日本に行っておりました。そうね。はい、日本ではまあ目的がまあ大きく2つあって、父がちょっとあの去年、施設に。まあ、自立型施設なので、まあ、元気は元気なんですけど、実家を離れたというところで、あの元気づけに、あの兄弟みんなで父のお見舞いというか、面会に行けたのが一つ大きかったこと、あとはあのちょっと大学生の友達が去年亡くなって、そこを供養するためのちょっとしたあの旅、巡礼じゃないですけど、そこに出かけられたことが、まあ、本当に良かったなと思って、充実した1ヶ月を過ごさせていただきました。すいません、なんかオミクロンでね、皆さんも大変で、なかなか日本に帰りたくても帰れない皆様にね、すいません、代わって行ってまいりましたというか、あの日本はいろいろ大変ですけれども、カナダも同様にね。やっぱりあのコーランティーンとかいろいろせんとダメだったんですか？14日間で、私が行った日はたまたまハワイからの人は最初の3日間政府指定のホテルで、翌日から6日間になったので、私はまあラッキーだったんで、最初の3日間住んで、ただあの飛行機の中から濃厚接触者が出てしまって、あの濃厚接触者という専用のホテルに4日目にちょっと連れて行かれて、でも、まあ、実家に誰もいないんだったらということで交渉して、実家から迎えに来てもらって、実家で1人、あの1月2日まで、まあ、隔離をした、自主隔離をしたんですけれども、まあ、その間はちょうどお正月ということもあって、本当にお掃除をしました。母と父のいろんな品物をもうひっくり返して、だからいい時間だったなと思う。隔離というのは悪くないのかな。ああ、そうですか。思いました。本当にあの時間がなかったら、お掃除を一日こう向き合うこともできなかっただろうなと思ったので、すごくいい時間があの過ごせました。